あ、違う違う、0217じゃなくて1111ね。OK。よし、で、まあ、ともくんもな、ともくんのタイプとちょっと見たことないんだけど、どんな感じなのかわかんない。ちょっと情報がないな。ともくんのプヨタイプは何回も見たことあるけど、おそらくまあ、プヨで来ると思うんで、十中八九。よし。最後頑張って、決勝戦ね。これ、最後なんで、決勝戦頑張っていきましょう。よし、よろしくお願いします。まあ、プヨで来るだろうな。さすがに。さすがにプヨで来ると思う。わかんないけど。で、感染が3人入ってるから多分大丈夫かな、初めて。よし。いやー、テトラとしてちょっと、これは、伝説に刻みたいっすね。不意で手と来たらまあびっくりするけど、さすがにプヨだと思う。よし。まあ、タイプよ、仕上がってるからわかんないけど。よろしくお願いします。まあ、やってるかい、プヨだよな。決勝のみ10歳期で集中していきます。で、タイマー忘れずに。よOK、よし、まず一本ね、ナイスナイス。ちょうど入った瞬間に一連停止が。で、停止させて、次が開始。いやー、さすがに無理か。クソ、ホールド効かなかったな。しょうがない。ホールドして、オールの2ランキーしたから。で、タイマーね。よしよし、青で発火してきたら後打ちで、発火しなかったから即打ち。で、あと12秒とか、マジンまで。タイマーで。
戦きついかもな。一回押し切れるタイミングを逃した。ああ、まあさすがにか。一回押し切るタイミング逃したね、置きミスしたね。全然いけるラインではあったな、これ。もったいなかった。あそこ逃した時点でまあガンフリーだったな。ワンチャンあったけど。さらにマージンに向けしてた。もタイプとし合ってるんで、これでマージャン入ったか。ギリギリだった。よしよしよし、間に合わせない。よしよしよし。
それでガチャ。それはさすがにきついな、強いな。ゴキブッダがさすがにでかすぎる。それは7連か。マージもさらに加算してるしな。うまいな。まあ、さっき最初の方でミスったから軽く途切れたから、そこでリソース取れちゃったやつだね。よしよしよし、タイマーちょっとかけるの遅れちゃったから、まあ5から10秒ぐらい早いだろうと思って早めに一覧休止したら大体そうです。よしよしよし、タイマー切って、誰でいれば最強なんだよ。よし、くそー、まあさすがに無理か、間に合わせもね、くれないよな。
いいお家だな。僕の勝利だね。ミスが。ツインインパクト。今認識を割いたら、マムシの君だった。今のハゾシャブレだった。よしよしよし、唯一のテトラーで残っていけ、予選優勝していったー。あーしよ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 し、いやー最後の試合もこれ勝てんのはでかすぎたな、きついかなと思ったけど、最後ね、立ち回ってからの操作やってても相手がリソースなくなって完璧なタイミングで一覧決勝するってね、完璧すぎ男ー。あー皆さんよければ高評価お願いします。いやもうさすがにこれもうアーティーキを言っていくしかないでしょ、これは唯一のテトラでしかも優勝したの、これ